またいろいろ見たら、なんかすごい考え方持ってる人だなと思って、すごい興味持っていろいろ調べて、なんか絶対住んでみたいなと思ったの。それが一番びっくりした。一番びっくりした。それが一番びっくりしたことが一番びっくりしますよ、こっちは。俺が意外だった。日本人って愛っていうことって知ってますか、って初めて日本来た時、愛があるよ、なんかハグとかヤッホーみたいな気持ち出しても大丈夫よって。じゃあよろしくお願いします。お願いします。今日はなんとスペシャルゲストに来ていただいてます、ジョージア人で日本に住んでらっしゃる、ナティコさんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。僕は、今日本人でジョージアに住んでて、ジョージアで日本に住んでるナティコさんとこうインタビューいろいろちょっと話していけたらなというふうに思っています。はい、ということで、ちょっと簡単に、ナティコさん自己紹介みたいなのってしてもらったりとかできますか？どんな感じに言ったらいいかな。ナティコだよ。なんか香川に住んでる、今5年ぐらい日本住んでて、香川県っていう場所に住んでるジョージア人でございます。もう5年ずっと香川ですか？そうですね。まあ遊びにとか行ったりしてるんだけど、まあ基本香川です。なるほど。で、僕もちょっと簡単に自己紹介させてもらって。はい、お願いします。僕は今ちょうどこの12月で1年になりますね。このジョージアの首都、ナティコさんが生まれた、国ジョージアっていう国の首都の飛び石に住んで、1年が経ちましたね。はい。まあ、1年いろいろありましたけど、まあ、一応今こっちで、自分の鍼灸院っていう、わかりますか、針を打つ。あ、なんか YouTube で見ました。そう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 、なんかいろんな話とかインスタとかで針を打って、まあ、体を元気にする、痛みとかを取るっていう、まあ、そういう自分のクリニックを、こっちで、もう本当にでも12月に来て12月にオープンしたんで、もう1年経ちましたね。で、すごい大変な時期ですよね。そのそうですね、まあちょっと今2回目の言っちゃうとロックダウンなんで、まあちょっといろいろありましたけども、まあなんとか今でも生きているっていう感じですね。ということでよろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあまず一番最初なんですけど、ナティコさん多分日本に来る前に日本語を勉強してたと思うんですけど、なんで日本語をそもそも勉強しようって思ったんですか？私ね、なんか歴史でなんか日本のあまりはっきり覚えてないんだけど、なんか日本とロシアの関係で なんか出てきて、それを勉強してた時に、なんか面白い国だなと思って、でなんか調べたら、なんか坂本龍馬出てきたんですよ。おなんかまたいろいろ見たら、なんかすごい考え方持ってる人だなと思って、すごい興味持っていろいろ調べて、なんか絶対住んでみたいなと思ったの。じゃあなんかよくアニメとかね、そういうのから入る人が多いけど、どちらかというと歴史、坂本龍馬から坂本龍馬にそうそう、渋いですね、めっちゃ。なんかでもアニメとかはそんなに好きじゃなかったんかな。ジョージアで住んでた時に、なんかジブリの千と千尋、それ見てなんかすごいなと思ったんだけど、なんかアニメとかではないね、坂本龍馬に引っかかって最初坂本龍馬聞いたすごいな。いやでも結構なんか日本語を勉強してる、ジョージアの人にインタビューさせてもらったりとかしたんですけど、で、まあ、アニメとかがそうそう多いんですけど、まあでも中には、まあ、坂本龍馬はいなかったけどいないでしょうね、坂本でも黒澤明の映画とか、あ、そう、日本人でも多分僕らの世代では見ない人とか多いと思うんですけど、結構そっから日本の文化に興味を、三島由紀夫とかね、知ってますか？三島由紀夫わからないんです。誰ですか？日本のね、ライター、小説家の人で、そういうのを日本人も知らないぐらい結構古い小説家とか映画から日本に興味持ってっていう人がいるんですけど、まあ黒澤明よりだいぶ古いですね、坂本めっちゃ古い古い。なんか考え方すごいな、日本人ってみんなそういう考え方持ってるんかなと思ったけど違うかった、うん、もうネタバレしちゃったそうそう、いやでもあの時代は面白いですよね、僕も大好きです。なんでジョージアにいたんですか？なんでジョージアに来たか、まあいろいろあるんですけど、もともと僕クルーズ船で仕事してたんですよ。クルーズ船ってわかります？
わかります、わかります。船。船じゃない。船ですよね。うん、船。船で、まあ、大体お客さんが3000人ぐらい乗ってて、で、まあ、クルーメンバー、働いてる人が1000人ぐらい乗って、まあ、5000人から6000人ぐらい、大きい船で働いてたんですけど、まあ、そこで世界中いろいろ回って、でもちろんそこでのお客さんって外国人なんで、ずっと英語で仕事してて、まあ、新旧の仕事してたんですけど、そこで。はい、で、まあ、日本でね、ゆくゆくは自分のクリニック持ちたいなと思ってたんですけど、まあ、日本でやったら、まあ、せっかく英語勉強したのにもったいないなってちょっと思って、うん、どっか外国で、なんかに英語を生かして働けるとこないかなって探してたんですけど、やっぱり新旧って言っても医療みたいな感じなんで、はい、国によってはまた大学に入らないといけなかったりとか、免許の制度が違うんですね。日本の免許がそのまま使えなかったりする。で、探してる時にたまたまそのジョージアっていうのを見つけて、で、結構去年の夏ぐらいからトレンドになってたんですよ、日本人がジョージアに移住するって。知ってました？うん、結構そうね、結構トレンドになってて、まあ、そういうのも耳に入ってましたし、まあ、船で出会ったたまたま一人のクルーメンバーが、その人がジョージア人 で、はい、でもしバケーション時間あるんだったら遊びにおいでよみたいに言われて、うん、で遊びに来たのが去年の10月なんですけど、うん、10月に来てで1回帰って日本に11月考えてクルーズに戻るかジョージアに行くか考えてで結局ジョージアに来て仕事始めたって感じですね。早い2ヶ月で他の国を住むかどうかってすごいね。まあ、でもその会社からクルーズ船に戻るかどうかっていうその選択を迫られてたんで、あ、12月にダイヤモンドプリンセスっていう船知ってます？聞いたことない？ああ、なんかニュースにもなってたんですよ。そうそうそう、コロナ。あれに戻る予定だったんですよ、あそこに。で、どうしようかなと思ってた。もう会社からはその時に入りなさいって言われた。12月に戻りなさいって言われた。それまでに決めないといけなかったから。日本に帰ってきて、で、ジョージア楽しかったなって思いながら、まあ、ちょっとやってみるかみたいな感じで。すごい、なんか、なんでジョージアやろうなと思いながら、なんか感じがするんだけど、うん、なんか、今まで気づかなかったことを、ジョージアに帰るときには、こんなことを、あ、ジョージア人してたんやとか、あ、そのままゴミ捨ててるんやとか。そうそう。もうゴミ捨てタバコはそのままピュッてあ、そういうのもあれ、例えば日本人からしたらタバコをポイ捨てするとか、うん、この人すげえ ルートだなって思うけど、失礼な人だなって思うけど、やっぱジョージアで生まれて育ってたら別にそれが失礼とか当たり前、逆になんで捨てないのってなるなるほどね。だからそういうところで逆に日本人はこうジャッジしてしまうから、いけないところでもあるかなと思いますね。みんな、まあ、よく言えば結構ポライトでしょう、日本の人って親切っていうか。そうですよね。結構なんか人の目を気にする感じですよね。うん、ありますね。そう、まあ、ジョージアっていうね国、ナティコさんのチャンネル見てくださってる方がどれぐらい知ってるかわからないんですけど、まあ、日本と大きく違うところはね結構いろいろありますけど、まず去年はビザなしでずっと1年入れるっていうのが、うん、結構大きかったね。ビザなしで1年入れる国っていうのはジョージア以外になくて、多分半年が最長かな。でもジョージアは1年入れるから、しかも1日でもトルコとか横のアルメニアとかアゼルバイジャンに行けばまた1年入れるっていう。そう、なんか国からもう1本だけ出るだけで次の日戻ったら大丈夫だね。そうそうそう、だからまあ実質ビザなしで永遠に住めるっていう感じだったんですよね、コロナの前は。はい、まあ、それと、まあ、物価が安いのと、まあ、はい、チャンネル見てる人だったら分かるけど、その美女が多いっていうので結構トレンドになってたんですよね、日本人の。特にフリーランサー、ノマドワークできる人、 YouTube やってる人とかね、はい、ライターでやってる人とか、そういう人にとって結構人気になってたんですよね。そうですよね、うん、自分の国が結構なんかそんな急にスポットライト浴びたみたいな感じになって、なんか最初はびっくりした、うん、なんでですかと一番思ったのはね、うん、なんか、まあ、ジョージア行っても
結構なんだろう、まあ、綺麗な場所もたくさんあるし、なんか山行ってもすごい綺麗だし、海もある、なんかすごいもうラッキー、自然としてラッキーな国だなと思うけど、なんで日本からわざわざ半分地球儀を飛んでいくのか分かんなくてなるほど。なんかどういうものでジョージアを見たっていうのを覚えてますか？ YouTube で誰かが喋ってるのを見たとか、日本人にとってジョージア移住っていうのがトレンドになってるっていう。私はね、ジョージアの、あのニュース、で YouTube でたまに流れるニュースがあるんだけど、うん、なんか個人で人がやってる。お、なんだったっけ、チャンネル名前は覚えてないけど、なんかたまたまなんかジョージアで日本人はすごく増えてますみたいな、ジョージア語でタイトル書いてて、え、本当に？と思って、でなんか見たら結構なんか最初は中国人とか韓国人と思ってたんですけど、実はいっぱい日本人来てますそうなんやと思って、それジョージア語で喋ってるチャンネルやった。そうジョージア人がやってるなんかニュースっていうか。なるほど。すごい嬉しかったけどね。嬉しかったけど、なんか私、ジョージア人じゃないですか。で、19年間ずっとジョージアに住んでるから、もうジョージアの暗い、ブラックなところもしてるから、その汚さとか、そのゴミそのまま捨てるとか、見たらもう絶対嫌われるやろうなと思いながら。でも、住んでる方からしたら、ゴミ分別しなくていいってめっちゃ楽ですよ。わかります。私、初めて来た時に、なんか、親戚と一緒に住んでるんだけど、私の中ではその分けるみたいな、生ゴミ、燃えるゴミみたいな、ないだから全部同じ袋に入れてめっちゃ怒られてそうそう、いや分けろ分けろって言われてなんで分けるんやろと。そう、こっち、あとゴミ捨てる日とか日本でって、あ、ね、決まってるじゃないですか、うん、なんでと思いながら、ね、本当にもう今日本のゴミの生活には戻れないですもん僕だって燃えるものと燃えないもの分けて、でペットボトル分けて、缶も分けるでしょ、瓶とか。そうそして曜日が決まってるでしょ、月曜日は燃えるゴミとか。はいはい。そう、ジョージアはね、もうあの道端にこうでっかいゴミ箱みたいなのがポーンって置いてあって、そこにみんなポイポイ放り込んでいくんですね。分かる分かる。なんかルスタウェリストリートであるじゃないですか、ルスタウェリ、はい、そこでなんかかっこいいおしゃれな黒いゴミ箱置いてるじゃないですか、大きい、はいはい、なんか街歩くとなんかいろんなゴミ箱置いてる、黒いと、うん、置いてます置いてます。これはいつもなんかいっぱいで汚いなとずっと思うで、ね、ゴミが面白いですよね。普通になんか木の枝とか葉っぱとか大量に入ってる横に家庭ゴミ放り込まれたりとか電子レンジ掘り込まれてたとか、全く何も分別されてないどうしたのって感じ何が起きたの、どうやってこれを処理するのかな。しかもなんか取りに来るタイミングも全然バラバラなんですよ。そうですよね、うん、分かる分かる。なんか日本出て初めて来て、まあ、1年じゃないかな、半年ぐらいはすごいストレス溜まってて、なんかルール守らなきゃいけないみたいな。今まで自由だったのに、なんかルールを守らなきゃいけないみたいな。ゴミ捨てるとか、外に歩くとかみたいな。外に歩くってどういうルールですか？なんか化粧して。例えば、外っていうかなんか、デパートで階段、まあ、降りてる方とか、登る方みたいな。ああ、なるほど。いや、待ってと思いながら。なんか例えばエスカレーターにこうね、乗ってるとき右に立つとか左に立つと か, なんかそういう、あるんじゃないですか。それはもうジョージアでももうどうぞご自由に走ってくださいって感じじゃない僕急いでるときだから、ジョージアのエスカレーターがとき急いでるとき人が右に立ったり左に立ったりしてるから、うん、こうやって抜けそうなんかラビリントみたいそう、まあ、そういう細かい、なんか細かいルールは確かにたくさんありますよね、日本ってね、うん。多分ジョージアの歴史というか、その文化の あれと日本って本当に全然違う。そうですよね。まあ、さっきナティコさんが言ったように、そう、地球の反対側だし、で、日本は一応ずっと島国で、
まあ、侵略されたこともありますけど、占領されたりとかそういうのはなかった。ずっと、うん、あのインディペンデント独立してたわけじゃないですか。ジョージアはもうね、何回も侵略されてっていう。そう、広かったり、一番ちっちゃい国になったり、ロシアに、うん、なんかロシアと一緒になったりとか、うん、また独立したり。ね、そういう意味では多分全然本当に歴史的なものも違うから、すごい、うん、あの、でも面白いですよ、僕もやっぱり日本からジョージアに来て、いろんな違いがね、さっきのゴミとか。うん、まあ、全部なんか、悪い方もあればいいこともあるから、私どっちかというとジョージアがなんか好きだなとずっと思う。なんかなんて言ったらいいかな、日本出てみんななんか自分のフィーリングとかなんか閉じ込めてたりするじゃないですか、なんかオープンじゃないからすごいそれも寂しいし、なんか友達だけど会っても全然温かい気持ちにはならないみたいなただの知り合いかみたいな感じでもなんかそう思うのって何なんでしょうね、そのフィーリング、そのやっぱ言葉っていうのもあるんですかね。ジョージア語だったらもっと打ち解けれやすいとか、日本語っていうこの言葉の問題もあるのかな。多分あれじゃないですか、なんか日本人って基本シャイっていうか、あまり言葉には感じることはしない。うん、日本人って愛っていうことって知ってますか、うん、って初めて日本来た時愛があるよ、なんかハグとか、うん、ヤッホーみたいな気持ち出しても大丈夫よって、うん、なんかみんなクールな感じだね。あー、なるほどね。まあ、僕そういう面では結構日本人っぽいかもしれないですね。結構外国というか船でもう5年ぐらい働いて、日本にはあんまりいないですけど最近は。でもまあ確かにそういうふうに言われることは多いですね、船でも。何考えてんのみたいな。なんでやろ、なんで。世界で一番なんか中国人とかは、まあ、あまり知り合いはいないんだけど、うん、なんかいろんなところで見るとなんか結構オープンな感じ、なんか手つないだりとか外でハグしたりとかするけど、うん、日本人は絶対せんなと思って。うん、まあ、手つなぐのは一番限界だなみたいな、うん、手つなぐまで。まあ確かにね、僕も例えば日本に帰って親と会ってもまあハグとかしないですもんねめっちゃなんか親が迎えに来てくれるときに、あの空港でもう遠くからお父さん見て走ってもうえーって言ったらジャンプしてすごいなんか寂しいじゃん。うん、なんか今はね、そのハグとかも全然あのシャイじゃなくなったけど、うん、むしろしたいって思うけど、でもやっぱり日本人同士だったらなんかやらないですね。例えば僕が日本人の女の子にいきなりハグしたら多分セクハラになっちゃう。なんでもセクハラ。そうそう、だから気をつけないと。で、実際そのなんか坂本龍馬があったじゃないですか、ちょっと話戻すと。でそこから興味持って、でも日本語検定っていうのをなんか何級とか取ってから日本に来たって感じなんですか。じゃないでしょ、私は何も知らずに日本来たんでしょ。それってでもどうなってもいいわと思って。ビザはどうしたんですか。あの親戚はずっと長い時間をあの間日本住んでて、ジョージア人のビザ、まあ、今日本人になってるんですけど。だからなんか普通に、まあ、仕事もあってなんか普通の日本人みたいな、元は違うけど、うん、普通の日本人だけどなんかビザ作ってもらって来た。まずは3ヶ月で来て、うん、まあ、どうなってもいいかなと思って、なんか面白いなって。3ヶ月何も知らないとなんかすぐ終わっちゃうから、うん、まだ痛いと思って、まあ、なんかビザの手続きをして、それで5年。おすごいね。でも最初3ヶ月で、なんか最初来た時ちょっとホームシックじゃないけど、出会った。いや最初じゃない、半年後始まったんですよ。うーん、ホームシック、ホームシックっていうか、なんかその温かい気持ちがなくなった。なんか朝起きて、うん、お母さんとお父さんに話しかけたりとか、うん、まあ、それはホームシックって言うんですよねそれがなくなったから、でなんか帰るとか思ってないんですよ、うん、
なんかもうちょっと頑張ろう、もうちょっと頑張ろう、もうちょっと頑張ろうってすごい慣れてきた。で3ヶ月で最初来て、その時はまあ普通に日本に滞在してたって感じですか。いろいろなところ旅行行ったり。そうですよね。なんか知らないご飯を食べたりとか、知らない場所行ったりとか、知らないものを見たりとか、うん、その時は全然ロシア語、ロシア語違う、日本語喋れなくて、まあなんか、うん、その親戚とジョージア語とかロシア語で話をしたり、でだんだん分かってきて、なんか日本の能力試験っていう、その受けてみようかなと思って、うん、なんかまあ一番低いレベル取れた、その時は4級ですか。でまた自分で4、円4、うんうん、でまた自分で頑張っていろいろ勉強して漢字とか覚えて、うん、1年半こういて、まあ、円1取って。それは日本に、ジョージアに帰った時に勉強したってことですか。うん、ずっと日本にいた。3ヶ月経って1回ジョージアに帰ったじゃないですか。帰ってない、帰ってない。ここから手続きしたの。あ、そうなんですね。もうじゃあ3ヶ月のつもりで来て、そこからもう5年いるんですか。そうだよ。すごい。え、どれぐらいの頻度でジョージアには帰ってますか。1年に1回。最初来て、2年、丸2年、3年前、初めて帰ったのは3年前。来た時から2年、ずっと日本にいて、で、2000何年やろ、2015年初めて来たから、2017年初めて帰って、あと毎年1回ぐらい帰ったり。なつきさん、今年は帰れてないけど。飛び出し？飛び出し、飛び出し。ああ、飛び出しなんですね。うん、そう、僕が住んでるのも飛び出しってね、ジョージアの首都ですね。そうだよ。うん。面白いよね。あれあれ、あの、ジョージアの市役所、あの、飛び出しの市役所ってさ、キノコみたい。はいはい。よく言う。私もなんか、自分の動画でなんか、ジョージアを、あの、何、紹介しようかなと思った時に、その、これは市役所だよって、パキンって写真出た時にはよくコメントできてたのはなんかきなこみたいとかまあ確かに似てるけど、ガバメントの建物って結構なんか面白いの多いですよね。きなこみたいなやつとか、あそこで会社作りましたもん。本当に？うん、あそこに行って手続きして。あ、まあそうよね、あの、なんだったっけ、あれ名前忘れたけど、まあそこなんか会社を始まるときは行かないといけない。その話ちょっとしたい。それでそこにすごい前にジョージア人の人が立ってるんですよ、あのキノコのものの前に、はいはい、でその人たち何してるかって言ったら、あの、自分の名前を多分貸してあげるからバーチャルオフィスみたいなのを作るのにジョージア人のなんかあれが必要なんですよね、確か。はいはい、多分あと通訳もしないといけないから、はい、その外国人が今ジョージアで会社を作るっていうのがね、すごい去年はトレンドになってて、うんうんうん、でもそのコネクションがない人とかだったらジョージア語わからないし、あとは多分不動、はい、そのなんか自分の借りてますよっていう不動産のオーナーみたいな人のサインとかがないと多分会社を立ち上げれないんですよ、はい、だからその人たちがその私がオーナーになってあげるからみたいなビジネスをすごいしててでも市役所の前じゃないですか、はい、だから多分市役所の人もわかるじゃないですか、その人と一緒に入っていったら。でも普通にそれでもみんなやってるから、やる人はなんかすごいビジネスがあるなって思ったのが一つと、あとは市役所の人にもし今日中にもう登記して全部の手続きを完了したいんだったらあと300ラリーぐらい追加すれば今日中にやりますみたいな、でも300ラリー払わないと明日以降になりますみたいなこと言われて、そう、一緒に会ってくれたジョージアの人に、あれは何、あの、賄賂って分かりますか。賄賂、分かる分かる、すごい賄賂も分かるの。そう、賄賂ですかって聞いたら、いや賄賂じゃない、逆に賄賂がジョージアはない、あんまり、うん、警察とか市役所に働いてる人もお金多く払ったからといって見逃してくれたりとかそういうのはない。だからあれは正式な手続きらしいんですよね、早くやってくれる。そうそうそう、早くするための、なんか私も払ったんですよ、それは。なんかパスポートを、
まだジョージアに日本来る前になんかいろんな手続きするじゃないですか。で、パスポートはすぐ次の日は必要で、とか言って、まあ、80ラリだったんだけど、80ラリ払って次の日はもらえました。そうそうそう、なんかそういうのも、なんか僕はその時はいいなって思いました、逆に。なんか警察とかも、例えばその僕の会社の手続き手伝ってくれたイラン人の人だったんですけど、イランだったらもう警察も結構市役所で働いてる人もみんな汚いから、アンダーザテーブル、賄賂の前でいっぱい早くやったりとかしてるけど、ちゃんとパブリックに公的に早くやるのに300ラリ必要とか80ラリ必要ってちゃんと言ってくれるから、面白いね。そういう面ではジョージアはなんかまともな国だなって思いました。いい国だな。騙してはない、ちゃんとルールを守って300ラルちょうだいって言われた。そう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 、面白い。それはね、すごい印象に残ってますね。楽しい。でも日本行ってすごい楽しい。あと全然違うことに言っちゃうけど、なんか一番びっ、多分一番びっくりしたのは、冬に赤ちゃん、なんかこっち入れてる赤ちゃん、なんか全然靴下何も入ってないよね。なんか日本人の子供って強いなと思った。なんかそのまま足出してる 赤ちゃんが、なんか大丈夫これと思いながら、ジョージアでなんか結構いっぱいあったかくしてするけど、意外となんか薄着だねと思って。それが一番びっくりした。一番びっくりした。それが一番びっくりしたことが一番びっくりしますよ、こっちは。それが意外なの。赤ちゃんが素足っていう。もう凝ってしまうよ、足が。で、なんか今年ちょっと暗いニュースというか、その今ジョージア2回目のロックダウンじゃないですか。そうですよね。そう、それでしかも曇ってて、で雨も多くて、で、まあ、ショッピングモールとかもちろん開いてないから、もう本当に家から出ることがないんですよ。全然めっちゃ寂しいじゃん。そう、まあ僕、幸いなことに家にそのお客さんが来てくれるんで、家とクリニックが一緒のところでやってるんで、だからもう本当逆に言えば家で全部完結しちゃうから、家に出ることないんです。すごいよね、ジョージアでってさ、外出ないと全然何も面白くないもんね、街とか出ないと。そうですね。でも結構さっき言ったその日本のフリーランサー、そのリモートワークで働く人たちって結構ジョージアに来て、ジョージアで引きこもって作業してる人ってかなり多いですよね。あ、はいはい。なんか別にそのこれ言ったら失礼かもしれないですけど、ジョージアの文化とかジョージアの歴史とか、まあ、別にそういうのが好きだから来てるっていう感じじゃなくて、生活費が安いからとか、まあ、あるかな、なしで1年滞在できるとか、それで来て、でもそこから結局そのジョージアがすごい好きになる人ももちろんいますし、もちろんね、全然違うからやっぱりちょっとジョージアダメだわっていう人ももちろん中にはいるし、いると思う、いると思う。なんか真面目な日本人は進めないなと思っちゃう。それを受け入れれないと思う、そのなんかね。そう、なんか僕もさっきのナティコさんの話聞いてて思ったのが、まあ、日本に離れても多分クルーズで働き始めたのが5年6年前だから、もう7年ぐらい日本でちゃんと生活してないんですけど、はい、でも多分離れてみるとなんか日本の良さが分かるっていうか、結構いろんな人になんかなんで日本好きじゃないのとか日本住まないのって言われるんですけど、逆に日本めっちゃ好きって思う、その離れると多分それはナティコさんも同じかなっていうふうに。そう、私もなんか恋しくなるなぁ、あんなゴミ捨ててる。ゴミの話ばっかりや。でもなんかね、日本来るとなんかやっぱりゴミだね、一番のあれ、ゴミになっちゃうの。そんなに今多分この動画を 見る人たちはなんか、ジョージアでゴミだらけやと思っちゃうけど、そうじゃなくて、なんかね、なんて言ったらいいかな、ゴミ、めちゃめちゃゴミじゃないけど、なんていうの、ゴミ箱が 横にあっても、なぜか知らんけど、その目の前に捨ててしまうね、ゴミ箱に入れずに。なんか綺麗だね、日本って。
それはなんか今日本に5年住んでみてどう思うんですか？そのなんかタバコをポイ捨てするとかそういうのってなんか日本のやっぱそういうちゃんとタバコはそのちゃんと決められたところに捨てるとかそっちの方がいいなって今思うんですか？いいなと思う。それはね、私は一番思ったのは3年前私結婚式にいて、うん、その結婚式ハイヒール履くじゃないですか。すっごい私足が痛くて、はい、うん、でなんか家の近くに商店街があるんだけどやっぱ無理だわこの靴で帰れないと思ってそのまま脱いで、うん、裸足で家まで帰ってなんか全然何もチクッとしないしなんか足も痛くないし、はい、で家帰って足裏、まあ、ちょっと見ちゃったね、うん、全然汚くなってないし、やっぱすごいなと思って、いやこれはジョージアだったら大変なことになってたよ。多分傷だらけになりますよ。そう、なんかそのまましてたりするからすごい思ってなんか、まあ、努力も してるじゃないですか日本人って、その綺麗にしましょうみたいな。なんかすごい面白いと思う。でも多分それはなんかジョージアに限らずに結構僕さっき言ったクルーズ船で働いてたんで。もう本当に50カ国以上いろんなところ行かせてもらったんですけど、多分日本より綺麗な、ね、国っていうのは、まあ、そのクリーンっていう意味ね、ビューティフルじゃない、はいはい、クリーンっていう意味でクリーン、な国は多分日本よりはないかなって思いますね、やっぱり。そうですよね。なんかスイスとかもすごい綺麗ってなんか聞いたことあるんだけど、うん、やっぱそれほどじゃない、日本ほどじゃないと思う、うん。そう、まあ、スイスはねちょっとあの海がないから行ったことないんですけど、でもヨーロッパ大体いろいろ回った、そのリスボンとか、まあ、パリとかあのローマとかいろいろ回りましたけど、でもやっぱり日本が一番ゴミがないっていう面ではね本当に綺麗ですね、うん、全然素晴らしいと思う。どうですか、日本人とジョージア人って友達とか知り合いできたじゃないですか、うん、はい、どんな感じなんですか、何日本人と比べてジョージア人が違うか、うん、どこが好きとか、こういう感じが好きじゃないとか、時間遅れたりするとか。もう言ってくれたじゃない。今日ね、これ今ビデオ撮ってるの、あの朝のね10時からやりましょうって、うん、ジョージア時間の朝の10時からやりましょうって言って、はい、でナティコさんから10分前にもう私大丈夫ですって来た時、わあ、ナティコさん日本人になってるって思った。なんか遅れる、私待つのは嫌いだから、待たされるのはもう嫌い、したくない。まあ、ジョージアの人でもそういう人は中にはいるってことですね。でも基本的にその、まあ、さっき言ってくれたように時間っていうのはやっぱりジョージアに限らずやっぱ日本人がきっちり過ぎてる。電車の時刻表とか見たら多分めちゃくちゃ分かる。あ、ですね。そう、だから例えば10時に予約してて日本人の人だったら、まあ、10時、まあ、遅れても5分10分かなって感じで思ってますけど、まあ、ジョージアの人だったら初心、初めてこのうちのクリニックに来る人だったら30分は見て30分までは遅刻じゃないと多分思ってるから、ジョージアの人たちは。恥ずかしい。でもなんか例えば10時に予約してて次1時間ぐらいで終わるんで治療、次の人は11時に予約取りますけど、日本人だったら、ジョージアの人だったら11時半か12時まで次の人取らない。なんでかって言ったら、まあまあ遅れるだろうってこっちは思ってるから。まあ確かにそうかな、うん、友達でも結構いるんですよ、なんか、うん、じゃあ12時に出ようかみたいな、結局1時ぐらいになっちゃう。私は、うん、まあ、なんか準備して待ってるけど、なんか迎えになかなか来てくれない。そう、ジョージアの友達。そう、まあでもこれはジョージアっていうか、やっぱりその日本と外国人の違いかなっていうふうに思いますね。日本人は違う。まあそうですよね、うん、だってフランス人とかは普通に、まあ、15分から30分遅れてももう遅刻じゃないって言ってるから。僕こっちのジョージアの日本人コミュニティの中では、あの日本人のパーティーとかそういうのやるときにいつも遅れるって言われる。珍しい。そう、だから日本人の中では多分僕ちょっと頭おかしい。
言葉おかしい。そう、なんかもうそういうのに慣れちゃいましたね。その船の中でも何時に待ち合わせて船の中のパーティーに行こうねとか言ってても、10時になっても、10時に行って約束してても11時になっても全然連絡来ないから、連絡したらあ今ちょっと着替えてるとかもうそんな感じなんで、なんかまあ最初はやっぱりそれにイライラしたりとか、えー、って思ったけど、うん、でもなんかそういうの考えてもしょうがないから外国人は時間はそんな感じかな、うん、例えば日本だったら僕はその飲食店レストランとかでアルバイトしてて、うん、9時から仕事ねって言われたら9時までに着替えて制服着て、なんか9時から始まる、そうそう、全部なんかあの今日何するかとか調べて、どのポジションかとか調べて、で9時から仕事が始まるって感じだけど、9時の前に、15分ぐらい前に来てないといけないけど、そういうのはないですね、確かに。そうですよね。すごいなんか日本はサービスが最高だと思う。うん。なんかお客さん扱いが素晴らしいと思う。うん。なんか見たことないもん。でも逆になんかいつ too much って思うこともないですか？やりすぎて。あ、ありますね。あるね。なんかすごいなんかありがとうございますみたいな。なんか、いや、このぐらいものしか買ってないのに、そこまで。ありがとうって言われてもちょっと困るんだけど。なんか僕が、まあ、もうね、だって、まあ今はね、ロックダウンとか、その時間が短縮して営業時間短くなったりしてますけど、だってスーパーマーケットとかコンビニエンスストアで働いてる人、その夜中お客さんいないのにずっと立ってたりとか、携帯もいじっていけないとか、別になんか全然それ意味ないと思う。そこまでしない。そうですね。うん、日本でですよね。日本で、うん。そうそうそう。わかる。わかるわかる。だってさ、比べると、ジョージアの方が、その、例えば24時間働いてるスーパーマーケットとか、コンビニってか、まずなくないですか、ジョージアで。うん、コンビニはないよね、うん。24時間働いてるスーパーマーケットあるかもしれないけど、うん、だからそこの人も、なんか普通にお客さんの、なんかあれすると、兵隊触ったり、ああ、見られてる。そんな感じ。雑と思いながら、でも日本の方が本当になんかそれでも全然いい。そう、なんかちゃんと払ってお釣り返ってきたらそれでいいわみたいな。そう。だいたいお金がない国ってすごいハッピーじゃないですか。まあ、なんか何も考えずなんとかなるやろうみたいな。だからすごいハッピーだし、なんかみんなにことしてるし、まあ町じゃなくて田舎の方とか行ったら、もうみんなおばあちゃんのじいちゃんみんな優しくて、なんお金のことはもう一回も考え、一切も考えないみたいな、すごいなと思う。そうですね。なんかその辺がやっぱり日本に住むとちょっと僕がね窮屈だなって思う原因の一つかもしれないですね。なんか日本はすごい、あの経済的にも成長したし、みんないい生活してるけど、なんかあんまりハッピーっていう感じを感じない日本の人たちが。そうですね。なんか結構給料があるんだけど、もうそれ以上ストレスがあるみたいな。一つ聞きたいことあるんですけど、はい、なんかまあ日本、今ちょっとジョージア日本人が来れないんですけど、また前みたいに1年間ビザなしで来れるってなった時に、多分また日本人にとっていい移住先の一つになると思うんですよ。やっぱり実際僕も住んでみてすごいいい国だなと思うんで。嬉しい。なんかね、日本人が気をつけた方がいいことってありますか？日本も知ってる、ジョージアも知ってるなってさ。気をつけた方がいい。ジョージアでですか？ジョージアに住んでみてとか、住む前にとか、こういうことが結構ショックかもしれないよ。まあさっきのゴミとか、ゴミはでもいいから。まあゴミは、まあとにかく、あの日本人ってすごい相手のことはもうすぐ信用してしまうタイプの人が多い。だからジョージアの国は別に悪い意味でもいい意味でもないんだけど、なんかお金がない国だから、まあ、人を騙してお金稼いでもいいかなと思う人が多いですよ、ジョージア人は。例えばさっきおっしゃったなんか会社作る前に私もなんか名前貸してあげるから、ね、そういう感じはなんかあんまり信じない方がいいみたいな、うん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 、あの人にあんまり知らない人に信用しない方がいいかなって。ああ、なるほどね。とかな。確かに。それだけなんかな。なるほど。まあジョージア人基本的にさっきナティコさんが言ったように優しい人が多いですけど、
でもまあそれにつけ込んでというか、その中でも悪い人がいるから、そうですね、あんまりなんか、なんだろう、オープンにしすぎないというか、そうそうそう、っていうのは大事かなっていう感じですかね。去年のね、それこそ、冬、夏から冬ぐらいにかけて、すごいぼったくりバーってわかります？すごいそれに騙される人が多発してて、うん、僕が知ってるだけで3ヶ月で3、4件ぐらいあって、なんかもう2000ラリとか3000ラリ要求されたみたいな。そんな条件である？うん、なんかね、聞いた話では、そのナリカラとか、うん、その辺の観光スポットで、なんかお前も旅人なのかみたいな感じで、俺トルコから来たんだとか、俺バングラデシュから来たんだみたいな感じで話しかけてきて、一瞬飲もうみたいななって、ハンバーガーかなんかおごってもらって、その人にでももっと楽しいからもっと飲みに行こうぜみたいな感じで行って、その2軒目がそのぼったくりバーで、でジョージアでぼったくりバーってあったっけ。なんか私は去年行ってた時に、ね、シャルデニーストリートってあるじゃないですか。ちょっとわからない、どこだろう。ストリートの覚えないんですよね、あんまり。なんか、飲み屋街みたいなバーとかたくさんある。オールドトゥピリシの近くに、すぐ横にある。ああ、はい。そこにあるって。そこが、私もびっくりした、ね、値段に。私、プロネン行った時に、友達と一緒に4人で。なんか、ただのポテトフライと飲み物4つで、なんかそんなに大した値段じゃないけど、なんか300ラリ。高いですね。本当に何も頼んでないのに300ラリ。そのぐらいはわかるけど、2000ラリって結構じゃないですか。そう、結構結構。2000ラリって、まあ今のあれで言うと6万円、7万円ぐらいですね。ですよね。うん、まあなんでなんか日本人からしたらなんかね、そこはなんていうんですか、お姉ちゃんがつくとこなんで、綺麗な女の人がついたりとかするところなんで、うん、まあそれぐらいね、日本でもキャバクラって多分、あ、ですよね、それぐらい行ったらそれぐらい行くかなっていう人もいるかもしれないですけど、ジョージアでね、6万円7万円って結構高いですよね。高いよ。だって6万7万稼ぐためにどのぐらい、なんか1ヶ月以上働かないといけない。そうそうそう、そう、6万7万円で済んだ人もいれば、人によっては10万ぐらい行かれた人もいるし、すごい、うん、っていうのがね、3軒ぐらいあって、でもそれもなんか暗い店 でウイスキーの値段これぐらいですよとか、そういうの書いて、一応書いてあるけど、それを見ずに多分そのお姉ちゃんが注文しちゃったとか、そういうので、その警察も何もできないみたいで、うん、結局なんかみんな泣き寝入り、諦めるしかないっていう感じで、そういうのはね、ありましたね。勉強になった、勉強になった、意外と。上司は人だけど勉強になった。逆にそれ以外でね、そのなんかあんまり詐欺みたいなのは聞いたことないかな。あと、まあもう一件、なんかコロナで流行ってる時、お前の家を消毒するから開けろみたいな感じで言われて、でなんか消毒代なんぼで消毒するからみたいな、なんかそれは詐欺なのかわかんないですけど、そういうのはあるって聞いたことあるけれども、それ以外は本当になんか何か盗まれたとか、ひったくりにあったとか、ほとんど聞いたことない。ないですね、うん、あんまり、まあ、意外とお金ない割には意外となんかそんなに悪いことはしないなって感じ。いや本当にね、まあ、本当に安全な国だと思いますね。なんか普通によくなんか友達とかと話してるときに、ジョージアってわかんない、なんか昔のグルジアでしょっていう感じで言われる。なんか、殺されたりするんじゃないのみたいな。うん。そんなしないでしょ、誰も殺されたり。ね。そう、だから。食べ物とかはどうですか、ジョージアの食べ物。食べ物も好きですよ、ジョージア料理。すごい好きですね。まあ今ね、日本でもシュクメルリーが食べれたりとか。ね、今、ブームですよね、日本の。あ、日本の中で。そうですよね。私、食べたけど、お昼っていいかどうかわかんない。味が違うねと。あ、まあまあまあ。でもなんかすごい嬉しかった。なんかすぐ、なんだっけ、松屋だったかな。うん、松屋。うん、すぐ家の近くにあって、商店街の中で。で、歩いてたら、なんか、カタカナでシュクメルリって目に入っちゃったけど、脳みそまで届いてない、なくて。どういう、歩きながら、え、待ってって、シュクメルリって書いてたやろ。ジョージアのなんか、フラッグ。
国の何だったっけ、国旗、フラッグもあったし、うん、もういい絶対食べなこれと思って履いて食べたらちょっと違うなと思って、うん、やっぱりこっちで食べるお寿司とかもね、お米とかそういうものが違うから、もうね、ちょっと限界がある、ね、多分それと同じじゃないですか、やっぱ日本で食べるシュクメルリもどうしても、まあ、でもすごい嬉しい、うん、そこまで、まあなんかちっちゃい国じゃないですか、なんか例えばその大きいロシアのボルシとか出してくれたら、ああ分かる分かるってなるけど、本当にすごいちっちゃい国のなんか本当になんかマニアックな食べ物、うん、が日本で食べれるとなんかすごい嬉しい、うん、確かにね、なんかそれもね、なんかその日本人がジョージアに移住するのがトレンドになって去年で、なんかその流れでね、うん、そのシュクメルリとかハチャプリとかね、そういうのが日本にどん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 何が一番好きですか、食べ物はジョージアのために、いやヒンカリかなわかるやっぱりヒンカリがね一番シンプルだけど一番美味しいかなっていう感じ、そうだよねまあヒンカリっていうのは何だろう、肉まんみたいな大きさで、でも味は小籠包って分かります？うん、分かる分かる、小籠包っていうような感じだから、大きい小籠包っていう感じですね、中にお肉が入ってて、ね、肉汁が入ってて、そう、なんかね、あれがなんで好きなのかって思ったら、まあ形も可愛いし、あとは食べ方とかにもなんかその文化があるじゃないですか、こうなんかじってスープみたいな肉汁は、そのスープみたいな肉汁は、まあ落とさないように、そうそうそう、なんか一口を噛んでから飲んでからの後で食べるみたい、そう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 、なんかああいう食べ方にも文化を感じるし、うん、結構ヨーロッパとかの文化って例えばスープ飲む時とかも音を立てちゃいけない、うん、なんかっていうのはすごい失礼だっていう、はい、聞いたことはあるのに、結構あれ飲む時みんなでやるじゃないですかする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 。だからすごいそれが不思議だし面白いと思う、なんかこの前お母さんと電話してて、結構大変なことになってますよね、なんかいっぱい人が亡くなったりとか、うん、そう、まあね、これ今多分3000人から5000人ぐらい毎日ジョージアでは感染してて、そうですよね、うん、で日本の人口の30分の1ぐらいなんですよ、まあ、ジョージアが400万人ぐらいですよね、だから4ミリオンで日本が1億2000万人だから、120ミリオンだから、ポピュレーション、うん。だから30倍違うって考えたら、日本で1万5千人とか1日に感染したらすごいことじゃないですか。そうそう、はい、もう。15万人か。15万人ですね、日本で言うと。30倍。おぉ、本当だ。だから、そうそうそう。本当だよね。15万人感染してたらすごいニュースになると思うんですけど。すごい、まあ、それが今ロックダウン始まって2週間経ったけども今でも4000人とか感染してるんで、結構そうね、なんか9時から朝の5時までかな言ってたね、お母さん、確かに、うん、そうそうそう、だから今はね、さっき言ったように外も雨降ってたりとか結構大変だけども、まあなんとか自分はねクリニックもやってるからこのジョージアに残る術を探してるっていう感じですね、どうにかして。すごいね、こんなになんかジョージアで住みたいってすごくないですか？なんか僕の場合はそのフリーランサーじゃないので、その YouTube とかそのブログとかで稼いでるわけじゃないから、別にそのジョージアをなんだろうな、あのビザフリーだからとか生活費が安いからっていうのももちろんあるんですけど、でもそれだけじゃない、例えばあの10月に来た時にムツヘタのお祭りにその友達が連れてってくれて、ジョージアの歌とかダンスとか、まあ、ジョージアの料理も含めて、はい、そういうのを食べて、で、ああやっぱここで住みたいなって思ってきたんで、だからただビザがないからとか、ただ生活費が安いからっていう理由だけじゃないので、あとはもうね自分でこっちでクリニックやってお客さんもねジョージア人の人も来てくれてるんで、いやそういう面でもね、なんとかこう残りたいなと思ってるんですけど。
まあまあでももしね日本に帰るってことになったらまたぜひあのコラボしてもらえればというふうに思います。いやー、うん、あと今回もめっちゃ嬉しかった。なんか聞こうかなとこっちから思ったんだけど、なんかコラボしようみたいな言われたらやったーと思って。ですか。なんかねこれちょっとネタバレっていうか裏話なんだけど、なんかそのコラボしようって言った時は僕の方がまだチャンネル登録者数も多かったんですよ。だからそう分かる分かる。なんかまだでも、いやでもなんかこんなにチャンネル登録者数はいないのにいいのかと思う。いやいやいや、でもなんか別にチャンネル登録者数が全てじゃないですけど、やっぱり YouTube っていうので僕もね、うん、やってて、あのなつきさんも発信してるとどうしてもそれしか見えないから、再生数とかチャンネル登録者しか見えないから、どうしてもなんかチャンネル登録者自分より上の人とかだと若干ちょっと気を使うところもあったけど、正直話した時は多分まだなつきさん600人ぐらいだった本当に。ですよね。うん、それぐらいで、で、まあ、もしかしたら1000人ぐらいいたかもしれないけど、でも本当それぐらい で僕まあ一応1500人ぐらいいたんですよ多分その時も。で、まああのね日本に住んでるジョージア人そんなにいないから絶対面白いだろうと思って提案して、でそしたらなてこさんが確か1ヶ月後ぐらいで今日ってなったんですよね。あ、はい、そうです、そうです。めっちゃ忙しいですね、なんか。そう、それでなって、で、その間になんかなてこさんがね、ウォシュレットでめっちゃバズってね。ウォシュレットですごかったよ。なんか見るたびになんか10人登録者が増えたり、どうしたこれと思って。すごいすごい、いや本当にそれでこうバズ、ありがたいね、で、なんかいつの間にかもあの自分より多くなっちゃって今だったらもしかしたらそんな気軽に言えてなかったかもしれないですけど、いや全然もう何でも、うん、でも僕のねチャンネルっていうのは基本的にそのジョージア移住と豪華客船と、まあ、あと自分の新旧っていう、まあ、この3つの柱で情報を発信してるんですけど、でもやっぱその中でもねジョージアっていうのがね一番そのみんな見てくれてるですよね。なんで、まあ、そういう面では本当にナチクさんの話を今日聞けてよかったなというふうに思いますね。こちらこそ時間作っていただいて嬉しい。とんでもないです。じゃあまた機会があればぜひぜひ日本か、一応ジョージアに来る予定はないんですかね。何ですか、今ジョージアに来る予定はないんですか。ですね、もうなんか多分コロナ次第かな、いつ落ち着くかなって感じ、ね、なるほどなるほど。あとなんか仕事のあれもあるし、なんか、うん、今日本ではそのタレント活動みたいなですね、はい、なんかイベントとかやったり、まあ、イベントって呼ばれたりとかコマーシャルとか CM とか、うんうん、でもそれももしかしたらコロナがなかったらもっと忙しかったかもしれないですね。もっといろんななんかことがやるはずだったのに、なんか全部中止、だん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 中止になっていて、うん、もうマジかよと思いながらね、タレントさんとかはもう本当にねそれの一番影響を受けますよね。ですよね、うん、時間も経つし、なんかいろんなこと、なんか24歳でできることは、まあ、25歳になったらちょっとできなくなったりとか、うん、だから、うん、まあでもそういう面ではね YouTube 始めてよかったというか、そうですね、なんか全部悪いわけじゃないけど、なんか、うん、そうだね、何がしたいとか、どんな感じでこれから進みたいとか、うん、なんか自分の人生とか考えて、うん、まあ、結構良かったかな、今年も。ね、それこそ高松に今いるけども、もしかしたら東京とか分かんないじゃないですか、これから行くかもしれないし、またジョージアに戻るかもしれないし、もしかしたらまた全然違う海外に行くかもしれないし。そうなった時にもずっとね自分の YouTube っていうのは自分の中であるもの、みんなに声を届けれるみたいな。そう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 、だからすごいあのねめちゃくちゃ、まあこれはもう今後付けになっちゃうけど、多分めっちゃ伸びると思ってたんですよ見た時に動画は。え、本当に。それはね、あの僕だけじゃなくて、そのジョージアダンスしてる野口さんっていう人がいるんですけども、あのアルヒカルトリアルヒ、そう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 、あの人とかともねナティコさんの話をしてて、そう、絶対この人はね伸びるわっていう話をしてたんです。なんか初めて動画を見た時に、なんかあんまりコメントは書かないかな、書かないですよ、うん、私は、うん、でなんかめっちゃ嬉しくて、うわー日本人ジョージアで住んでるみたいな、でなんか
書いて、私もジョージア人で日本で住んでるんだけどみたいな、うん、そこでなんかやり取りできて、ね、いやもう本当に多分もっともっと話したいこといっぱいありますけど、まあ今日はちょっとこれ以上長くなっちゃうと編集も大変なんで、そうですね今日はじゃあここで終わりにさせていただきたいと思います、はい、ということで、本日は動画を最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。でなてこさんの、YouTube チャンネルとか、あと Twitter とか Instagram かな、うん、インスタかな、うん、ね、YouTube チャンネルと Instagram は下の概要欄に貼ってますので、よかったらチェックしてみてください。ということでお願いします。ありがとうございました、バイ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 。